咦，该不会大王了吧？我这个烂屌魔上去打王，不知道会怎样。Try it。哎，打王嘞，危险。サイラスさん、イボンの言う通り、あなたは本当に優秀な学者のようですね。上辺だけの言葉は結構。心からの賛辞だったのですが、それが伝わらないとは残念です。え、他刚前两句话讲了什么？他应该是说，他应该是说，塞拉斯先生，你跟伊冯校长讲的一样，很厉害呢。然后塞拉斯应该是说，说客套话就免了之类的，赞叹科技，因为无线遥感的关系，又可以一边远离我的画面，一边让游戏进行下去。しかし、あなたが黒幕だったとね。大方イボン学長もあなたの手駒だったということか。ご明察。彼を学長に据えたのもこの私です。もっとも、あれほど自己顕示欲が強いと思ってはいませんでしたが。それはあなたに人を見る目がなかったと。その意見は甘んじて受けます。さて、本題に入りましょう。あなたは変国の書を追うことで、見事に私のもとへたどり着いた。その知識量、洞察力。そして、何よりも知りたいと絶望する、学者としての知的欲求の強さ。あなたが変国の書を追う中で見せたそれらの能力を私は高く評価しています。どうです、サイラスさん、私と手を組みませんか？くだらない。この後に及んで口をついて出るのがザレ事とは恐れ。ザレ事？学者とは思えない言葉ですね。あなたはこの建物の壁画に何を思いました？あの書庫にあった蔵書の数々に心惹かれなかったのですか？何も思わなかった。そういえば確かに嘘になる。そうでしょ？そう、これらを見て心が踊ったはず。知りたいと思った、紐解きたいと思った。謎を、知識を目の前にした時、抑えきれない知的好奇心に身を焦がす。その情熱に身を委ねられる者こそ真の知の探求者と言えるのです。あなたもそのはずです、私のように。この手を取りなさい、サイラス。共に世界の真理を解き明かしましょう。断る。なぜ断るのです？知識を得たくはないのですか？謎を紐解きたくはないのですか？あなたならば私と同じ場所に立てると。それだよ。何ですって？あなたならば。その言葉が気に入らないな。別に私でなくてもよかったはずだ。例えばイボン学長は。話になりません。
彼にそんな才能はありませんでした。せいぜい駒使いに使える程度、とても私と同じ思考には至れない。なぜそう決めつけたのだ。未来はわからないではないか。なぜあなたは彼に教えようとしなかったのだ。教えるです。そうだ、自分と同じ場所へと教え導けばいいだろう。バカな、そんなことはありえません。凡人は何をやろうと凡人です。秀才もまたいくら努力しようと天才の高みには届かない。あなたも理解しているはずです。天才であれば。そこがあなたと私の違いだ。私はあなたほど人に絶望していない。過去を探り、今を学び、未来へつなぐ。そのために知恵を磨くのが学者だ。知識を得て謎を紐解き、あなたはその先どうするつもりだ。どうせ天才にしか理解できない、そう言って墓場まで持っていくのか。凡人だ、秀才だ、天才だ、そんな言葉は逃げだよ、ルシオさん。知っているとか知らないとか、そんな差で区別しないでもらいたい。知らないものへ知っているものが教える。間違っていることは答えを知るものが正す。その積み重ねの先、人はさらに高みへと進んでいく。きっと私の生徒は私より先へと進む。その時彼女たちが何を知るのか。もう結構です。あなたも所詮はただの人、結局はそこで終わりなのですね。他人に足を引っ張られ真理に至らず死ぬ愚か者だった。これは変国の書の記述をもとに私が完成させた結晶石。私はこれを使って人を超える。人の短い寿命では決して叶えられない全てを知る時間と力を手に入れる。せめてもの慰めです。この力の実験にあなたの命を使って差し上げましょう。未来にかけることが愚かなら、身世兔毛命、私は愚か者でいい。だが一つ約束しよう。私はこの戦いを生き延び、そして変国の書を紐解き、あなたと異なる答えに至ってみせる。人の未来には希望がある。そのことをあなたに教えてあげよう。負けるわけにはいかない。全能的肉体，那已经超过了人类的想象。哇，三十啊，那么厉害啊！都赢了的。マレフィックよ、逃がせ。負けません。癒しの奇跡を与えたまえ。行くぜ。ヤーン。マジックスピードだ。さてと、我也就是他弱剑。旋风压力。頑張ります。
不入。火呢？アルデイグニス。冰乱よ、巻き起これ。他是不是完全不吃属性？集中していこう。優勢よ、魔法の技を。どけ。諦めな。哇，他在用横扫会出事哦。お題いらねえよ。癒しの奇跡を与えたな。哇，晕太里，我们倒是比较尴尬。行きましょう。ベネフィックよ、やせ上がってきた。やってやるぜ。千本槍。哇，九五下，好亏啊。ここまでか。击溃心脏。頑張ります。してください。聖火神の御技で救いたまえ。行くぜ。おら。いた。頑張ります。完全不吃属性。さあ、どう出る？ベネフィックよ、やす。どこ見てる？マジックスピードだ。哇，塞拉斯等级太低了，所以这边有点累赘。想到怕啦。さてと、一丁やるか。一丁やるか。行くぞ。おい。マジックスピードだ。来个最后行动。哇，没有，可惜。这个倒是有一点点亏啊。守りはバラードだ。負けません。これを。よっしゃ、呪文辞儀、呪文辞儀。
他丢属性恒压，热点开始爆冲了。呪文之意，哇，不吃，你应该吃属性的。呪文之意，それでは。看起来是吃无属性，なかなか考えがいがあるね。混杂流星。漂乱よ、巻き起これ。諦めるな。おお。どうでマレフィックよ、うがて行きましょう。癒しの奇跡を与えたまえ。あ、沈黙。かかってきな。こんなもんかな。かかってきな。よし。負けません。アールデイグニス。わ、2000多。オーデル。氷乱よ、巻き起これ。ちょ、おお。オーラよ。行きましょう。アールデイグニス。なかなか本気を出そうか。这个杂流星不知道是什么伤害。マレフィックよ。真的是还好，等差太多了，效益不佳。マジックスピード。守りはガラキだ。負けます。では、行きます。アールデイグニス。哇，烧死了，可惜。戦いはやはり苦手です。私はあんなんだ。あ。我现在想着雅芬什么时候会发出狂妄的笑声，然后对自己的队友说杂种。差这么多。啊，还有后续剧情呢、啊。
干啊！直接有人鞭尸抓起来。かかってきな。シチュー、活撃弾。はい。行きましょう。カネトルトリ。哎、欸，啊，真正是我靠北，这每一次都会自爆呢。さあ、どうで。それでは。这样你也爽、啊。傷を癒したまえ。行くぜ。ざっとこんなもんよ。遇到野生的顽皮弹了，逃跑，逃跑失败。顽皮弹，顽皮弹使出了自爆。顽皮弹。好，那真的是顽皮弹。属性个对调，真正是怪怪的。行くぞ。どうしゃべる？还好我很有经验。よっしゃ。それでは、アールデイグニス。少しは成長できたでしょうか？如何？冲田大胜利，这恐怖死！好，哪路？还跑回去解读那个壁画？这是什么王者降临时啊？行くぞ。会吧，会吧。投票是必要的。探らせてもらう。弱光。頑張ります。コングレアルクス。マジックスピードだ。我的血好多。かかっ。呪文じぎ。出直してきな。ぱんぱぱぱぱん。
死诅咒毁灭，死诅咒毁灭，死。なるほど。なるほどね。さて。十二神做的事情是封印力量，被封印的力量是破坏激励。違うよ。啊，是吗？生与死。啊。そして。不想拿数字。这片壁画原因都是为了什么目的而留下来？警告人不准使用力量。哦，八个世界线的概念快衔接在一起了，就只有五娘的最可怜。さて、ほうほう、先生、先生、ここだ、ここだよ。また本が増えていませんか？古代の書物を訳すんだ。これでもまだ足りない。半分くらいかな。これで半分ですか？いや、実に面白い。とある地方のおとぎ話に門に関するものがあってね。もしかしたらこのおとぎ話の門も壁画と同じかもしれないんだよ。はあ、それで民族学の本まで。そう、多角的に物事を眺める学術における基礎の基礎だよ。おっと、いけない。君が呼びに来たということはもう授業の時間かな。はい。先生、遅刻ですよ。申し訳ありません、メアリー殿下。さて、それでは生徒の諸君、今日の授業を始めるとしよう。輝ける知識の著者であり学者、スサンナ・グロトフの記した一節に、知るという行いに、人は生きている限り毎日が学びの場だ。知り、記し、そして語る。その連綿としたつながりこそが人の歴史であり営みだ。決して一人で世界は完結しない。知識もそうであるよ。だからこそ
私は知るし語るのだ。己の知識が誰かの糧となり、より良き未来を築く助けになるように。これを読む君よ、私の知識と経験が君の未来の良き礎となることを強く望む。塞拉丝线结束。Skip。你怎么没有勾勾啊？啊，神秘之花啊！什么画的？这不能解。好，打完四个人的章节了，接下来呢？阿芬，这两个我一定最后集。奥尔贝克跟海因特，海因特应该放最后吧？我觉得他最痛苦了，一定会用到锁匙。先解商人的好了。这里有一堆情报都还没打听呢。哎，这什么啊？哎，哦，看起来好强，正义破坏者。哎，我想起来，那个时候就是在这边赌那些3%，现在终于不是3%了。青金石，哎，给我两个支线道具双，我讲啊，哎，这什么骑士剑、重刃、勇气之刃、重骑枪、巨盾，简单冒险者入门。S810，这哎，这什么天使军刀啊啊啊！干什么干什么干什么？哎呀哎呀！哎呀，好啊！哎呀，好啊，好啊！这边的话，想要先放奥尔贝克进来一下。我靠，物理腰带，攻击力加65，物理防御加50。那不就只能换物理腰带了吗，哥哥？嘿咻啊！抱歉啊，我的巨盾过敏。军刀，我又不吃属性。
那这个不是更好吗？完全物防宰，物防那极致，然后被属性靠到就要射了。回避加80哦。行动速度加80，我觉得没什么用，每一次都来不及。不回避加80，每次弄一弄，它速度还是很慢的。哥哥，对，哥哥。逆将，哎，新加坡，我没有魔去补魔。哦，贝克真的太废了。什么时候可以把他等级拉起来？我应该会那个吧，我应该会把雅芬跟商人的主线剧情接完，然后先去把海因特跟欧尔贝克等级拉高，再去接他们的主线，不然太痛苦了。戦いにしよう。パパンパーバー覚悟はいいよ。ここからが。さてよ。おのれ。おのれ。さあ、覚悟。守りを固める。欸，所以我刚刚那样子物防就不会叠上去，好烂，谢露尔。これで終わりか。感謝する。感謝する。パパ。耶，偷取成功率 up。耶，耶，耶，耶。谢婆婆。哎，朋友，你怎么没过关？
啊，又回到了这里了，真是令人怀念了。哎，不对啊，那 先把那边东西摸一摸再回来好了。神社走的大功。哇，你怎么不能偷哦？这样不上道呢，朋友。不愧是狗。好多枪！刚好我很缺枪啊，我最喜欢拿枪了。啊，拜伦的戒指啊，刚好我最近也很想要戴戒指看看。哎呀，索克拉斯之剑，我最近好像也缺一把剑。最近我也缺一个项链，这么巧。哎，这是什么？有名牌的项圈啊！开始想要养狗了。还有一个这个禁忌之盾，只能又买，可惜。刺客匕首、猩红匕首、毁灭破坏者、灵魂匕首，哎呀，阿里卡托哟！哎，铁剑、巨剑、混用剑、强化剑，你呢？目眩神迷的美术品，纪念金币。哦，旅店有折扣了。哎啊啊，斧头，楽しいね。ありがとう。哦，大丰收。丰收。阿里贝特鲁奇。哦，海市蜃楼帽子。啊，精致舞娘衣服，刚好我们队上的那个剑士很想当舞娘。光飞弓，咦呢？哦，真的是大丰收。
罗波教徒，感谢巨锤、诚心锤、毛皮帽子、毛皮大衣啊，刚好最近觉得有点冷。新狗，感谢。哦，好爽啊！这里面还有一个宝箱呢，两个啊，这么好。哦，大丰收。好，弄爽了。哎、欸，怎么这么巧？你还没有打勾呢？哎、欸，这什么啊？坚果啊？不行啊，会噎到、啊。帮你存起来。带什么、欸？哦，加八十，加八十，好强啊！属性攻击力，为什么属性攻击就这么大？我可以拉物攻跟属攻对调啊！什么东西都把属攻顶到超大了。只能靠他们学一些被动技能。好，开始打超人的任务。啊，六个药。
好。前情提要：特蕾莎在维克塔霍洛与商船船长雷欧重逢，雷欧海盗时期的挚友留下的宝物密石艾尔多莱特，他找到后交给雷欧，但他并未收下。他表示他已经拥有宝物了，就是挚友的这艘船以及身为商船船长的生存之道。虽然他还没有找到雷欧所说的真正的宝物，不过他还是拿着密石艾尔多莱特前往大拍卖。于是他抵达了格兰波特。啊！これはこれは。どうぞ。ああ。うん？実は。ありがとうございます。大丈夫です、ちゃんと歩けますから。そう？うん、気をつけてね。お水持ってきたよ。すみません、こんなにご親切に。いいのいいの、私トレサ、行商人として旅してるんだ。旅を。私はノーアと言います、よろしく。トレサさん、堅苦しいな。トレサでいいよ。はい、トレサ。ねえ、大丈夫？怪我とかなかった？ええ、もう少し歩けると思っていたのですが。
私は昔から足が弱くて遠くに出たことがありません。え？小さい頃からずっと外の世界に興味がありました。きっと見たこともない素敵なものがあるんだろうなって。この子、私と同じ。でもこの足ですから、いつの間にか諦めてしまいました。ここには勇気を出してきたんです。私を変えてくれる何かがあるかもしれないって。私の宝物が。宝物。おお。え？ジル？はて。ええ。おお。弗莱尔卫，请。啊啊哈哈！哦。哦，比基拉，这，哦，怎么有一个正妹样子的二子女干部啊？多丽莎さん。